こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんなお話なの？今回はドラえもんの嫌われキャラ5選についてだ。国民的アニメのドラえもんには個性豊かな人物が多く、中には視聴者から嫌われているキャラもいるぜ。ここでは特に嫌いと声の多いキャラたちの嫌われ要素や、クズエピソードについて紹介していくぜ。一体誰が登場するのかな？それじゃあ、ゆっくりしていってねー。ジャイアン、まず一人目はジャイアンだ。何かにつけて殴ってきそう、威張っている、との声が多く、ジャイアンの母ちゃんと同様に暴力的な性格が嫌われてるようだ。またリサイタルの強制参加やまずい手料理を振る舞うなどの、迷惑行為を指摘する声も聞かれているぜ。ジャイアンといえば映画ではいいやつになるけれど、普段のアニメではあまりにも行いがひどすぎるもんね。買ったばかりのバットの殴り具合を試させろと、野球バットを片手にスネを追いかけ回したこともあるぜ。ひどすぎる。また俺に逆らう者は死刑と高笑い。逆らったのび太に対し、二度と俺に逆らうなと、ボコボコにしたこともあるぜ。気に入らないことがあれば暴力でねじ伏せて、暴力でのび太たちを、自分の思い通りにさせているよな。あの暴君っぷりが嫌われる原因に間違いないね。迷惑行為というのは？迷惑行為というのはリサイタルのことで、ジャイアンは自らリサイタルを開き、のび太たちを強制参加させて歌を聴かせる。うわぁ。本人は善意のつもりでやっているらしいが場合によっては入場料を取り、ジャイアンの手料理を強引に食べさせられることも。ジャイアンの手料理ってもしかしてかの有名なジャイアンシチュー？まさにそれだ。もともとジャイアンシチューの回で披露された手料理がパワーアップし、恐怖のディナーショーの回で再登場。ジャイアンシチューではひき肉やたくあん、塩辛ジャム、煮干し、大福が入っており、恐怖のディナーショーではたくあんやジャム、味噌、そしてセミの抜け殻が入っているというゲテモの料理だ。リサイタルに無理やり招待されて入場料まで取られた挙句、こんな料理まで食べさせられるとか地獄でしかないね。まさに地獄のようなイベントだが、直前にシチューを味見したジャイアンが、まさかの気絶、そのまま病院送りになったためディナーショーは中止になったそうだぜ。中止になってよかった。でも、なかなか迷惑だね。エピソードによっては頼りになる良いやつかもしれないが、実際にジャイアンみたいな奴が身近にいたら嫌だよな。ジャイアンの母ちゃん。二人目はジャイアンの母ちゃんだ。ジャイアン同様に暴力的なところが嫌われているようだぜ。ふむふむ。実際にヒステリック、怖いなどの声がある。確かにジャイアンの母ちゃんはジャイアンによくげんこつをしているよね。ジャイアンの家は個人商店を営んでおり、ジャイアンの母ちゃんが店主をしているようだ。放課後はいつもジャイアンに店番や配達などの手伝いをさせ、サボった時は原骨や平手打ちなどの暴力を振るう。ジャイアンだって放課後はみんなと同じように遊びたいよね。たまにサボったくらいで体罰なんてひどいなぁ。俺に怖いものはない？母ちゃん意外と答えるくらい。ジャイアンは母ちゃんを恐れているようだぜ。またジャイアンの母ちゃんは暴力だけではなく、ジャイアンに厳しい言葉も浴びせる。へぇ、どんなことを言うの？手伝いばかりさせられたジャイアンは嫌になり、子供にだって人権はある、俺は母ちゃんの奴隷じゃない、と泣きながら訴えた。そこで母ちゃんは握り拳でジャイアンの方を殴りながら、そんなセリフは奴隷みたいに働いてから言うことよときしゃり。ジャイアンかわいそう。ジャイアンは自由に放課後を過ごせず、暴力で支配する母親にもストレスを感じているに違いない。そしてストレス発散のためにのび太をいじめるのでは？とも言われているぜ。ジャイアンの性格に難がある原因として母親の暴力が挙げられ、これも嫌われる要因になっているようだ。なるほど、あのジャイアンの性格は母ちゃんのせいでもあるんだね。確かにストレスが溜まりそうだもんね。しかしジャイアンの母ちゃんは理不尽に怒っているわけではないようだ。ジャイアンがきちんと店番をした後なら、遊びに行っといでと優しく送り出す一面もある。またジャイアンが拗ねた時には、たけしは私の大切な息子だよと慰めるシーンもあるぜ。ただ暴力的なだけかと思っていたけれど、愛情深いんだね。ガキ大将のしつけには、母ちゃんのような強さも必要なのかもしれない。しかし暴力は良くないし、嫌われる要素があるのは確かだな。のび太のママ。さて、3人目の嫌われキャラはのび太のママだ。さっきのジャイアンの母ちゃんに比べるとあまり強烈な印象がなさそうだけど、のび太のママはどういうところが嫌われているの？ヒステリック、理不尽、勝手に物を捨てる、勉強しろとうるさい、などの理由で嫌いだという声があるぜ。ほう。具体的なエピソードは？まずのび太のママは急にヒステリックになることがある。夫婦喧嘩になった時はのび太に八つ当たりしたこともあるぜ。うわぁ、それはひどい。また動物嫌いのママは、のび太が捨て犬などを拾ってくるたびに、捨ててらっしゃいとキーキー大騒ぎ。動物を飼うのは責任も伴うから簡単には OK できないのはわかる。しかしママの場合は言い方がきついんだよな。
のび太の気持ちも少しは考えてあげてほしいよね。そして幸せ保険機という回では、ママの理不尽なエピソードがある。掃除中にのび太の大切なプラモデルを壊してしまったまま、謝るどころかそこらに放り出しておくのが悪いとのび太を叱りつけたんだぜ。すごい毒をやっぷりだね。それからのび太のママは、のび太の私物を勝手に捨てるところも、嫌われる要素の一つだ。今までどんなものを捨てたの？邪魔という理由でドラえもんのもしもボックスを捨てたエピソードがあるぜ。他にものび太が自分の小遣いで買った漫画や、スネ夫から借りた漫画も勝手に捨てている。漫画イコール悪だと思っているのかな？でも断りもなく捨てるのはダメだよね。勉強については？ことあるごとに宿題は？勉強しなさいとガミガミうるさいまま。説教時間は平均1時間と言われており、のび太も天才になれる？の回では、最長記録2時間を叩き出したぜ。2時間も説教ってすごいね。しかも夏休みの宿題を終えたのび太を信用せず、机に座らせ続けたこともあったぜ。ママのひどいところはただ叱りつけるだけで、のび太に勉強を教えようとしないところだよな。確かに感情に任せてガミガミ言っているだけで、アドバイスとかは何もしないよね。同じく嫌われキャラのジャイアンの母ちゃんと比べて、のび太のママは子供への愛情を感じないな。しかしこんなママだが連載当初は優しかったようだ。混乱して暴れるのび太をなだめ、余計な心配はしないでのびのび育ってねと優しく受け止めていたぜ。今のママの姿からは信じられない。今はすっかり毒親キャラが定着してしまったよな。のび太のママは強烈なエピソードも多く嫌われやすいかもな。出来すぎくん。続いて4人目の嫌われキャラは出来すぎくんだ。出来すぎくん、特にやらかしていないし、嫌われる要素がなさそうだけど。出来すぎくんは何でも出来すぎだから、なんかつまらなそう。という理由で嫌われているらしいぜ。他のキャラの嫌われる理由については納得だけど、出来すぎくんに関してはちょっとかわいそう。明らかに非があって嫌われる他のキャラと違い、出来すぎくんの場合は嫌われ方が異なるようだな。出来すぎくんは名前の通り、彼は本当に何でもこなしてしまう。勉強もできてスポーツも万能、料理も上手らしくおまけに誠実でイケメンという、欠点が見当たらない優等生だ。ふむふむ、しかもこんなに優等生だが、ただのガリ勉というわけでもなく、友達とゲームをしたり、誘いがあればのび太たちと仲良く遊ぶ。出来すぎくん普通にすごいし良い人、一体これのどこに嫌われる要素があるの？何でも出来すぎるという部分が嫌われているようだぜ。どういうこと？きっと嫉妬もあるのだろう。例えばのび太は何でもこなす上に性格まで良い出来すぎくんを、いいやつと認めながらも嫉妬している。気弱なのび太に感情移入をしたり安心感を覚える人にとっては、出来すぎくんは嫉妬の対象になるかもな。なるほど。じゃあ、つまらなそうという意見は？欠点がなさすぎて、人間味がないから退屈に感じるのだろう。キャラとしてはのび太の方が人間味があって、魅力的に見える人もいるかもしれないな。確かに完璧すぎる人は面白みに欠けるかもしれないね。でもさっき解説にあったようにガリ勉というわけではなく、出来すぎくんは普通に楽しく遊ぶんだよね。そうだな。ジャイアンやスネ夫とジオラマ撮影に熱中したり、のび太たちとキャンプへ出かけたりしているぜ。それにのび太の結婚前夜での前夜祭のやりとりを見ていると、のび太たちとその後も友情を育んでいたのがわかるよな。出来すぎくんは視聴者的にはつまらないけれど、のび太たちとは長年楽しく付き合っていたみたいだね。じゃあ出来すぎくんは特に欠点はないのかな？出来すぎくんの欠点を挙げるとすれば、無意識に嫌味を言うことかもしれないな。例えば今日の宿題は難しい、夜までかかるという会話に、あんなの簡単だよと返してしまったことがあるぜ。うわ、それはイラッとする人はいるかもね。出来すぎくんはナチュラルな嫌味や、完璧すぎて魅力がないところが嫌われる原因かな。スネ夫。さて最後の嫌われキャラはスネ夫だ。すべてが嫌味ったらしい、自慢が鬱陶しい。映画でも良いところなし、ジャイアンの腰巾着。と言われたい放題だぜ。いや、辛辣。金持ちなスネ夫は嫌味で自慢ばかり。コネで手に入れた高級品などを自慢しつつ、悪いなのび太、これは三人用なんだと、のび太だけ仲間外れにするのが定番だ。確かにこれは意地悪だね。視聴者から反感を買うのもうなずけるよ。またスネ夫はアニメはもちろん、映画でも良いところがない。アニメでは弱気なのび太が映画では勇敢になり、意地悪なジャイアンは頼りがいのあるいいやつになるよな。しかしスネ夫はヘタレのままだし、たびたび悪に体を乗っ取られのび太たちに危害を加えることがある。ほう、スネ夫の良いところや見せ場はないの？ラジコンの扱いやプラモデルの制作が得意らしく、それらの技術を活かして仲間をサポートすることもあるようだぜ。一応スネ夫にも見せ場があるんだ。でも他のキャラよりも圧倒的に長所やギャップがないせいか、余計に嫌なやつとして際立っているよね。
またスネ夫は長いものに巻かれるタイプであり、それを嫌う人もいるぜ。スネ夫は口出し屋で容量が良いため、ジャイアンや大人など強い人には、おべっかを使ったり調子のいいことを言ったりする。よく言えば世渡り上手なんだね。スネ夫の容量の良さとして、こんなエピソードがあるぜ。のび太とスネ夫相手に催眠術をかけようとしたジャイアン。当然のようにかかるはずがないが、スネ夫はかかったふりをする。それで？かかるわけがないと笑ったのび太がジャイアンにボコボコにされる姿を見て、かかったふりをすればよいのに、バカだなと言い放つスネ夫。容量の良さは機械機かもしれないね。しかしスネ夫の場合は相手によって態度をガラッと変えるから、より尺に触るのかもしれないな。ということで今回は、ドラえもんの嫌われキャラ5選について紹介したぜ。ジャイアンや母ちゃんはなんだかんだ言って情に厚くていいキャラだけど、実際身近にいたら一番嫌かも。それとスネ夫は嫌みったらしくて権力者の腰巾着なところが、実社会にもいそうで、妙にリアルだなと思ったよ。スネ夫については実際に、こういう人がリアルに結構いるという意見もあったぜ。へえ、実在する人物と重ねて嫌う人もいそうだね。そうだな。みんなは嫌われキャラたちについてどう思う？ぜひコメント欄に書いて教えてね。今回も見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価もよろしくな。それじゃあ、またね。